というわけでスタジオに移動してきました。コーディネートさせていただいた洋服を着て、これからあのプロのメイクさんにメイクをしていただいて、でここで最後写真を撮って終わりになるので、これから変身していくのをすごく楽しんでいただけたらなと思います。はい、行きます。行きましょう。行きましょう。行くー。メイクの秋山さんです。洋服が赤っぽいえんじを使ってたりとかするから、なんかそれとリップかシャドウか、ちょっと赤みのある、赤みがある感じが、若干女性らしい感じありました。でお願いします。はい、お願いします。どういうメイクすることが多い普段？いつもはもう普通のラメ塗って茶色塗って、終わりみたいな感じです。リップは色塗る、そうですね、オレンジ系が多いかなと。どこの何を見て色って判断してるんですか？肌の色とその人が普段着てる色味とか持ってるものとかでもこの色が好きなのかなとか思ったりしますよね。今回その洋服のテーマとして女性らしい感じ、なんかこうちょっと品があるような凛としてる女の人になりたいですみたいな感じでテーマをいただいたので、まあ女性らしいというか、まああとこうシンプルな格好が多いって言ってたので、カラーのあるニットをコーディネートさせてもらったから、それをちょっとぜひとも引き出してください。私は色のイメージ的にえんじっぽいものとかグレーみたいな羽織を入れてたりとかするから、まあ、ちょっと赤みがあってもいいのかなっていう。楽しみだな。なんか印象変わるね、やっぱ眉毛って。眉毛の色ってどうやって決めたらいいんですか？カラーが、部屋のカラーが結構明るいから、それに割と合わせた方が同じぐらい、いいと思う。アイシャドウは何色にするんですか？ベースはベージュを仕込んで、で上から赤茶系にしようかなって。ぜひ。そのベージュも赤みのある、赤み系の茶色、あったかい感じでしたいな。このメイクをして、この衣装を着て、どこに行きたいですか？どこだろう。デートですかね。デートね。どういうデートが理想のデート？美味しいもん食べたいです。あ、お肉？お寿司？お寿司がいいです。彼とお寿司デートってことですね。はい、というわけで今眉毛とアイシャドウあたりが終わったので、ここからは完成を皆様に見ていただきたいなと思いますので、それではお楽しみに。はい、というわけでももかちゃんの準備が終わりました。衣装も着替えていただいて、秋山さんにメイクを変えていただいて、これから撮影の方に移りたいんですけれども、早速登場していただきたいと思います。お願いします。めっちゃ可愛い。変わりました。めっちゃ変わった。本当に可愛い。どうですか？可愛い。まあ、前回の動画見ていただいたら分かると思うんですけど、なで肩だから肩がねちょっと気になるっていうコンプレックスと、まあ、あと足長効果をこうちょっと見せたいっていう風に、まあ、あと女性の品だったりとかこうちょっと凛としてるみたいなことをお聞きしたので、コートを肩から羽織ってもう足長効果でハイウエストのパンツを合わせさせてもらったんですけど、めちゃくちゃ足長い。変わりましたね。変わった。本当に嬉しい。ね、でこれから撮影に移っていきたいんですけど、はい、素敵な1枚を写真に撮りたいのでポージングを頑張ってください。頑張ります。じゃあお願いします。めっちゃいいよ。好きやさんし、めっちゃかわいい。なんかどこう、なんかこうこの辺のね、かわいい。え、絶対いい。それ素敵。あ、いい感じ、いい感じ。そう可愛いですよ。ちょっとで可愛い。この企画最高。絶対いいよ。それもめっちゃいい感じ。足をさ、これぐらい広げて、こっちに重心を落として。すごい。これぐらいにしよう。すごい。超かっこいいです。かっこいい。私じゃない。終わった、私の仕事。はい、OK です。はい、
もうなんかポージングとかもほんとめちゃくちゃ慣れてるし。そうですかね。うん、顔の作り方がモデル。本当にすごい。嬉しい。ありがとうございました。本当に写真をお送りしますので、宣材写真に使ってください。使いますねちなみに、はい、今日返信そのする前と返信した後でなんかどうですか、感覚的何か変わったこととかありますか？なんか気持ちも変わりますね。うん、スンとした感じ、自信がちょっとついた感じ。ちょっと品がね、あった。あとメイクとか服も今度からこういうのやってみようとかって思いました。ここからだったら簡単にこうちょっと真似できるかなっていうポイントあったりしましたか？あ、なんかカラーメイクとかはそれこそすぐ取り入れれるかなって、うん、ブラウンが多かったんですよね。そうですね、ぜひぜひやってみてください。ありがとうございます。すごい嬉しいはい、というわけで返信企画第2弾が終了いたしました。すごく楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。なので引き続き、返信動画とかもこう定期的にやらせていただきたいなと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてこの動画がいいなと思ったらグッドボタンもよろしくお願いします。はい、それでは朝日奈彩でした。